はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは、バトルフィールドハードライン、DLC 第1弾、クリミナルアクティビティの追加マップ、バックズで、コンクエスト、第やっていきたいと思います。クリミナルアクティビティっていうのは、犯罪活動 だっけな？確かそんな感じの意味で、多分今これプレミアム先行配信中なので、やっていきたいと思います。追加武器かな？多分追加武器っぽいものもあるんですが、バックウッドはちょっと、広いの、マップ広くて開けてるので、ちょっとカーライフルに、ちょっと高額サイト、倍率高めのものをつけていきたいと思います。これに乗せてもらって、犯罪者側。最近ちょっと BF ばっか、BF4 ばっかやってたので、DLC が来たので、ちょっと BF ハードラインの方にもまた、やっていこうかなと。降りて、犯罪活動と、いうタイトルの DLC ではあるけど、コンクエストしか今のところ人口があんまりいなくて、ハイストは できそうにないという感じかな。そう、この倍率高めのカーライフルは反動低めなので、これでバンバン敵をやっていこうかと。どう？いやー、ヘリがいるな。さあ、なんかトラック、なんか投げられて、敵がいそうだな。おお、めっちゃ撃ってきてる。なんて数だ グレネード。一人死んだ。アシストで名声スキル獲得、マガジン追加。よし。アシスト。おお、後ろ ワンショットキル まあ、追加マッパが全部で4つだっけな。ここはそのうちで、なかなか開けてる。スナイパーがたくさんはびこるマップ。チャーリーが危なそうだから、チャーリー脇して。グレネード、体感的にはなんかアップデートで変わったのかよくわかんないけど、なんかグレネードの爆発範囲が広くなったような感じがして、結構グレネードがすんげえ強い武器になってるんじゃないかなっていう感じがしてます。3拠点取れてる。結構ね、ぐるっとね、敵が遠くの方に回って、すげえエリアスレスレのところから巣立ってくることもあるので、注意しないとね。まあ、64人だから。いけるかな。盾を構えてる。ちょっとあんまり広いところに出たらね、すぐ撃たれちゃうから、こんくらい慎重に行こう。あの盾 全然当たんない。あ、スナイパーが光ったぞ。おお、SUV か、あれは。味方がたくさんいる。ダメージが与えられない。あれ グレネードだ、こういう時は。お、敵もグレネード。よし。なんか本当グレネード強いことだよ。中指を立てる。ああ、ダメだ、ダメだ 音が恐ろしい、このスナイパーのパシュンパシュン音。ありがたい。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、どうしよう。あー、ダメだ。顔ひょっこり出してくるんだな。さあ、どうしよう。シンジケートクルー拠点か。出そうか。なるべく壊されないような位置に。
あ、これは道路じゃない。おお。どの辺に止めておこうかな。なるべくすぐに破壊されないようなとこに。この木は倒れないか、さすがに。これどの辺だ。まだちょっと遠いな。この辺どうだろう。敵いるぞ。うん、あはは、醤油グレネード。だけどこれはまだある。どっちから置こう。味方、こっちから置こうかな。あ、湧くのが遅い。まだ3拠点取れてる。湧いて、敵は向こうから湧いてくる。うわ、分隊湧いてる、分隊湧いてる。おお、スナイパーハードラインのスナイパーってやっぱなかなか強くないか。さあ、この拠点下は役に立ってくれてるかな。湧いて、まだ誰も気づいてない。結構いいとこに置けたかな。またスナイパーだ。あっちからもスナイパーだ。ゲット。だけどから出れない。スナイパーが多くて。あれ、スナイパーかなあうわあ、うまいあれはうまいな。とりあえず拠点下をあそこに設置しておこう。エコー点滅、エコー湧きして。おお、なんだこれゲット。チャーリーオッケー。デルタの方に行こうか。分隊が、分隊長が指示してる。当たんないな。アシストじゃなかった。これはキル。アルファ方面、いや、デルタ、あ、デルタ味方取ってるな。アルファ、あれみんなスナイパーだろ。いや違う、あれは歩兵で、こう弾が足りない。見渡す限り敵だらけだな。アシスト、うん、味方。味方がやられたよ。これなんだろう。お、グッド MG。 アルファに行こうかな。向こうからリスポンしてくるんだな、アルファは。あれ絶対スナイパーだ。こっちに入って、あ、いてて、衛星スキル。おお、ゲット、はちゃめちゃね。アップデートで1000チケットになってるからね。一本の動画これものすごく長いことになるんじゃないか。よし、機関銃みたいなね、弾が多い武器はね、ハードラインではフィールドに落ちてるので。よし、リロード。アシスト、あー、やられちゃった。さあ、かなり味方攻めた。エコー点滅してるな。
エコーに入ろう。めっちゃスモーク耐えてる。司令者、これ中に絶対いるな。なんていう、よし、クソイムが発動した。よし、司令者が燃えてるけどまだいるな。あー、しびれる。捕まった。あ、拠点カーが破壊されちゃった。でよ、ブラボー入ろう。あ、いてて、おお、どっから取れた。ありがたい。グレネードでも、うん、どっから撃って、上か。チャーリーに行こう。よし、味方。よし、危ない。あ、回復キットが出ない。3つ目の明星スキルがゲットできればエイムが高速化するんだけどな。あって1人いるな、もう1人。おお、動く。こっちで殺を見つけたぜ。分隊がすげえ湧いてくる。救急キットだ。よし、さあデルタ電滅か。エコーは大丈夫。まだチケットがね、400もあるなんて。相手、敵がいたぞ。よし、こっからね、スコープの倍率が高めだから遠距離射撃を。だけどスナイパーに、スナイパーに狙われる。遠距離はやっぱスナイパーが。さあ、さっきとまた同じ要領で、じゃあキャップをアルファ付近に。あ、これ新しい曲じゃないか。DLC でラジオの新しい曲も追加されていて、あ、僕がお気に入りなのはやっぱサウンダポリスなんだけど、どうしと、サウンダポリスはどこかな。青、あった、サウンダポリス。さあ、この辺から味方をどんどん湧いてアルファに入ってくれるかな。マップ外ギリギリに止めてアルファに入る。ゆっと、味方の車も来た。なんかいるな。で、あちらからリスポーンしてくると。見えない、見えない、見えない。まずいな。おお。けど、キャップが生きてるなら、まだまだ湧いていける。大丈夫かな？大丈夫っぽいね。はい。おお、 SUV。
ああダメだ、後ろにも乗ってる。まだ生きてるけど、これ敵にバレてんじゃないか場所。さあもう一回これから湧いて、いやバレてない。グレネード、いてててまだ生きてんな指令者。あーだけど燃やされる。あスナイパー誰、ダメだあれ。大丈夫か、あれはどうしようもない。であそこにも敵がいる。スナイパーがいたな、どうしよう、誰もいない。よし、一人やったぞ。誰か助けて。ちょっとねスコープがでかいからね、前がよく見えないね。走行トラックだ。走行トラックも多分気づいてるもんな、こっち。あれ気づいてない。こっちぐるっと行ってみようか。うん、だあやられた。あれそこにいた。さあちょっと拠点チャリチャリってみようか。まだチケットが相手は200ぐらい。あチャリ取れてる。あの拠点か、壊したいな。おっ OK。 あ誰か死んだ。何かが落ちている。おっ機関銃っぽいな、機関銃ゲット。中指、あれ2回目の中指、遠いね。よし、反動強いけど当たればものすごく強いな機関銃。あ当たれば。ブラボーに入ってみようかな。なんかに撃たれてる。デルタ、こっちのね丘にね敵が、あれスナイパーでしょ。あれはちょっと死なないな。うわ音が怖い。よアルファにメールが出てるから、アルファ以降にもちょっとスナイパー見てるな。これ当たんない、縦に当たってるな。こっちにも敵がいる。よし、もう一人。ああ、失われた。チャーリー味方入ってる。ブラボー脇して。味方大丈夫か。ん？あっちから湧いて。ポイショット。なんかすごいとこから敵来てないか。
これ川付近から敵がぐるっと回り込むようにエコー付近に近づいてきてるね。分隊と交戦一回、いやこのままで行こう。さあそろそろ終わるな。ほっ、確定ボーナス。何かをスポット乗せてもらえなかったあっ、装甲車が戦ってる。装甲トラックがいたぞ。おお、よし、出て。うん、今なんかいた。よし、わあ、いた、目の前にいた。さあ、あとチケットが16。この人は気してできなかったはい、というわけでかなり長いことになったけど、バトルフィールドハードライン DLC 第1弾のクリミナルだっけ、クリミナルアクティビティだっけ、犯罪活動の追加マップでやってみました。追加武器もあるんですが、ちょっとこのマップ広かったので使わなかったので、また別のマップで追加武器をちょっと触れていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。